こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。本日は新製品の HT-AX7 の、実機紹介をしていたいと思います。非常にコンパクトなボディで、これにですね、こんな感じかな、ディッシュボックス、ボックスティッシュ2つ箱分ぐらいのサイズ、底面積はもうボックスティッシュ並みのものになるんですけども、このコンパクトボディにですね、なんとセパレートスピーカーがついて、そして、これで両方とも、バッテリー内蔵になっているので30時間の、使用が可能だというワイヤレススピーカーが、今回発表になりました。セパレートスピーカーがすごくよくできていて、こうやって外すだけでまず電源が入るようになっているのと、それとこの裏を見てみると分かるんですが、同心円のですね、こう端子になっており、これが、本体の天面のですね、ここの4つの端子にどの向きでも置いても充電が可能になると、バッテリーがついてますね、バッテリーマークが、というような仕組みになっています。ちゃんとこれ LR あるので正しい向きにしておかなきゃいけないんですけども、こうやって外した、セパレートスピーカーは自分のこうやって後ろの方に置くことで、よいしょ、これで、音楽再生をするとですね、よいしょ、もうこれで僕の身の回りに、周りにですね、音楽空間ができていて、楽しめるような仕組みに、サラウンドで音楽が楽しめるような感じになってます。すごいですよ。ボーカルはちゃんと定位、センターの方にしているんですけども、ふわっとした音楽、ストリングスとかは全部背面からこうやって聞こえてきて包まれるような音楽環境になっています。ここにですね、サウンドフィールドというボタンがついてるんですけども、これを押すことによって、ソニーのですね、360スパシャルサウンドマッピング、この技術を使って、2チャンネルのステレオをサラウンドにしてくれるというようなことをしています。ソニー独自のアップミキサーが入っていて、それを使って、音源の分析して、音の配置というのを決めているそうなんですけども、ぶっちゃけるとですね、正位相の音をセンターに持ってきて、逆位相になっているものというのを後ろに持ってきているのかな、昔のアナログのですね、ドルビーサラウンドの音を作っているような感じで聞こえます。ただドルビーサラウンドの場合は3、1だったんですけども、ちゃんとリアに2チャンネルちゃんとあって、音が左右で、違うと聞こえてくるので、非常にユニークというか、その辺がソニーの独自の技術になっているんだと思います。で、これをですね、オフにした場合というのはどうなるのかっていうと、同じ音が3つのスピーカーからなるので、ワイヤレススピーカーのパーティーモードみたいな使い方ができます。部屋の、四隅というか 3台しかないので隅に置いておいて、ボリューム上げてあげれば、どこにいても同じ音が聞こえる。試して、僕キャンプ場で試したことがあるんですけども、それやるとですね、なんかドラマの中とか映画の中に自分が入り込んだような感覚になるので、とても楽しい雰囲気になると思います。そういう使い方ができます。でもこれ個人用のものになるので、サウンドフィールドオンにして、そして、一人だけで、こうやってサラウンド空間を楽しむような製品になるんじゃないかなと思います。ちょっと音楽だけじゃなくてですね、動画も試してみましょう。じゃあ動画再生してみます。よいしょ、はい、これ2チャンネルのステレオなので、正面から音しか聞こえません。お、来た、すごい、ちゃんと左右に音分かれて、サラウンドの感じで音が聞こえてきます。これもステレオになってるのでフロントからしか音は聞こえないんですが、こちらのデモだと打った瞬間の反響が後ろの方に広がって、今背面からドドドドドってライトの音も聞こえてきました。これも2チャンステレオになってますが、サラウンド60になると、包まれるような感じで音楽が聞こえてきました。と、こういうようなことが、できるんですけども、
よいしょ。このシステムがですね、マルチポイント接続に対応していて、今タブレットで音声は流してますけども、スマートフォンを同時につないでおくことによって、スマートフォンでこうやってボリューム操作をしたりすることができます。で、リアが、ちょっと離れてる場合はリアレベルをこうやって上げてみたりとか、逆にリアが近ければリアレベルを下げてみたりとかいうことができます。さらに、ですね、まあ、夜中に一人でちょっと音楽を楽しみたいんだよなっていう時は、このナイトモードというのを使ってあげると、重低音は抑えられるような感じで、一人で小さな音でもサラウンドが楽しめます。さらに、このボイスモードっていう風にすると、人の声をピックアップしてあげてくれるので、映画を見てる時にですね、映画の音声が聞き取りやすくなるような聞こえ方というのも設定をすることができます。でさらに設定の中にですね、Bluetooth 設定というのがあって、ここに、Bluetooth の接続品質というのも選べるようになってます。まあ基本的にご自宅で楽しむことが多いと思うので、音質優先にしておいていいと思うんですけども、こちらの接続電波が混んでるとか、あと 2.4GB の電子レンジ頻繁に使うとかっていう時は、接続品質の方にしてあげると、途切れることが少なくなるかなと思います。これはまあ音質優先にしておいて、途切れることが多ければ設定を変えるようなものになるのではないでしょうか。よいしょ。あとはまあ本体がの天面がですね、こうやってフラットになっているので、ここにですね、よいしょ、タブレットこうやって置いてしまって、これで再生をすることとかもできますので、それで操作ボリューム操作できないなというところは、スマートフォンで操作してあげればいいんじゃないかなというふうに思います。非常にデザイン的にも優れているし、よいしょ、何よりも取り扱いが簡単ですよね。使い終わったらこうやってセパレートスピーカーを上に乗せるだけで、これでもう充電が始まります。で、30時間持ちますので、もう今日1日使ったら充電するではなくて、もう1日2、3時間しか使わないっていうんだったら、1週間に1回程度の充電をすれば十分使えるんじゃないかなというふうに思います。付属する AC アダプターがこちらになります。45W 出力のものになっているタイプ C のものになるので、これでですね、Xperia 1 Mark 4 とか Mark 5 Xperia 5 Mark 4 とかでも、急速充電がこれを使うことでできます。HTX7 を充電してない時に、朝起きたら充電すんの Xperia 充電すんの忘れてたとかっていう時は、一回ちょっと間借りしてこっちで充電してしまうと、急速充電ができるので、30分も充電できれば半分は充電できますから、結構こちらの AC アダプターも使い物になるんじゃないかなと思います。4月発売になりますが、ぜひ近くで機会あれば気になってみてください。おすすめです。